説明が終わりました。これから議案に対する質疑を行います。この際申し上げます。会議規則第55条第1項の規定により発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたりまたその範囲を超えぬよう要望いたします。それでは質疑の通告がありますので発言を許します。はじめに議案第157号および第170号に対する質疑につきましては坂本克美議員が代表して行います。坂本克美議員。坂本議員。はい、それでは議案第157号、および議案第170号について、議会を代表いたしまして、質問を質疑をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。まずはじめに、入院患者に後遺症が発生した経緯、および、現状についてお尋ねをいたします。仮にこの第1番目の質問が答弁できないのならば、その理由と、その理由は原告側の意向なのか、それとも市側の意向なのかお尋ねをいたします。そして3番目、再発防止策としてどのようなことを行うのかお尋ねをいたします。そして4番目、保険金でいくらカバーされるのか、および保険の種類についてお尋ねをいたします。そして5番目、現在私立病院が加入している保険の年間保険料、および今回の件で保険料はどのくらい上がると見込まれるのか、これについてお答えを求めます。保健福祉局長。市議会を代表しての坂本克美議員の議案第170号、平成28年度さいたま市病院事業会計補正予算および議案第157号損害賠償の額の決定についてに対するご質疑について順次お答えをいたします。まずはじめに1、入院患者に後遺症が発生した経緯および現状、2の開示できない理由とその意向については関連がございますので一括してお答えをいたします。今回ご提案をさせていただいた損害賠償額の決定に関する一般議案および補正予算議案については平成28年11月の弁論準備手続きにおきまして裁判所から提案されました和解条項案に原告および被告は本和解の内容について正当な理由なく第三者に開示しないが示されており、裁判所の意向に沿ってこれを本市と原告で合意したところでございます。原告の氏名、住所、事件の概要、損害賠償額について議案に掲載し開示することは原告弁護士を通じて了承を得ておりますが、後遺症が発生した経緯および現状については原告の個人情報保護の観点から答弁は控えさせていただきます。次に3、再発防止策としてどのようなことを行うのかについてお答えをいたします。私立病院として常日頃から患者さんへ適切な医療を提供することはもちろんのこと、安全確保の観点から事故防止に取り組んでいくことは大変重要なことと考えており、医療安全管理室を院内に設置するとともに、医師、看護師、医療技術員、事務職で構成した医療安全管理委員会を開催し、私立病院の安全管理体制の確保および推進に取り組んでおります。今回のような診療行為が
後遺症などに結びつくと判断ができないような事案などでも可能性があると考えられる要因に関しまして、院内で共有し、医療現場に携わる職員のさらなる意識向上に努め、医療事故の防止に取り組んでまいります。次に、括弧4、保険金でいくらカバーされるのか、および保険の種類についてお答えをいたします。賠償金の補填につきましては、私立病院で加入している保険から全額賄われます。また、保険の種類については、全国自治体病院協議会が、損害保険ジャパン、失礼します、損害保険ジャパン、日本興和株式会社を引き受け保険会社としている病院賠償責任保険に加入をしております。次に括弧5、現在、私立病院が加入している保険の年間保険料、および今回の件で保険料はどのくらい上がるのかと見込まれるのかについてお答えをいたします。平成28年度の保険料は1551万4419円でございます。今後の保険料につきましては、現段階で保険会社からは、平成29年度は今年度と同額、平成30年度は概算で年間約3570万円になるのではないかと聞いております。以上でございます。以上で議案第157号および議案第170号に対する質疑は終了いたしました。